もっと勉強したい、もっと勉強することがあるんじゃないかなと。暮らす物語が続く暮らし、広島を代表する日本料理の名店北岡、店主北岡道夫さん。2020年には世界の傑出したレストラン1000店を選ぶフランスのラ・リストに広島で唯一選ばれました。やっぱりまだまだ僕よりその料理の上手な方がたくさんいます。だからもっと勉強したい、もっとこの出汁を上手にしているやり方があるんじゃなかろうかと。次に行くところはサイエンス、やっぱり科学が機械に頼らないと人間の能力ではできないものがあるかもしれない。貪欲に美味しさの高みを目指す北岡さん、4年前から機械を導入。熟成が 1,2 時間でできるという甘みがぐっとアップしたり、ここから脂がぐっと出てきたり、より一層美味しくなる。お客様の口に入った時にやっぱり美味しいという言葉を言っていただかないといけないので、やっぱりそこです。日本料理の伝統は革新の連続、調理場の中は日本料理の英知と技です。こういう風な言葉をずっと思いながらやり続けていく、一つのことをずっとやり続けていくことが守り続けていく方法ですから、もう本当に変わりなくそれを守っていくだけです。I want you to want me forever。 次回は彩る暮らしの物語。